やっぱり日本人すごい。世界に誇れる日本人が発明したものランキング。15位、自動車用エアバッグ。エアバッグの発明者が日本人だったことを知らない人は多いようです。小堀安三郎氏がエアバッグ開発に着手したのは1964年。エアバッグを思いついたのは旅客機に乗っている時です。飛行機がエアポケットに入ると大きく乱高下しますが、当時はシートベルトが任意で、締めていないことで頭を打つ事故もありました。それでテーブルの上に上体を伏せ、荷物を抱えていると安心だと思い、そこから自動車も衝突の瞬間に空気で膨らむものがあればいいのではと思いついたそうです。14位、冷却ジェルシート。冷却ジェルシートは奈良県に本社を置くダイヤ製薬株式会社により1993年4月に世界で初めて誕生しました。当初銀行がお客様に配るおまけとして開発されたそうですが、これに目をつけた会社が翌5月に一般向けに販売を開始。中でも小林製薬の熱さまシートは中国向け耐熱張りや欧米向けクールフィーバーなど、商品名を現地の人にも覚えやすいように変え、なんと世界中で年間1億8000万枚も売れているそうです。13位、コンパクトディスク CD。 ソニー株式会社とフィリップスエレクトロニクス社との共同開発です。フィリップスは光学方式のビデオディスクのリーダー的存在であり、ソニーはデジタルオーディオ信号処理技術を開発していました。両社が手を組めば理想的な音楽メディアができるに違いないと両社は共同開発を行う方針を固めたそうです。12位、使い捨てカイロ。お菓子メーカーのロッテはお菓子の酸化を防いで長持ちさせてくれる脱酸素材を開発していました。しかしある時、もっと酸素を吸い付けるものを作ろうと鉄粉と活性炭を混ぜてみました。すると何やら温かい、なんと活性炭と鉄粉が化学反応を起こして発熱していました。熱を出してはお菓子を長持ちさせられないから大失敗。ところが一人の開発スタッフが、これあったかくていいね、これが世界初の使い捨てカイロホカロン誕生の瞬間だったのです。11位、消せるボールペン。しっかりかけてきれいに消えるフリクションシリーズ。実用的な筆記具として安定した性能を実現するために研究者たちが費やした年月は30年以上にわたります。1000種類以上の化合物を試験してフリクションインキは生まれました。10位、シャープペンシル。大手家電メーカーシャープ、もともとは創業者の早川徳次が徳王城というベルトのバックルの発明で特許を取り創業しました。しかも早川徳次は当時18歳だったというから異例の若さで創業したことになります。その後金属製繰り出し鉛筆を開発、これがシャープペンシル、つまりシャーペンです。ただしシャーペン自体はもともとあった。販売後商品名をエバーレディシャープペンシルに変更し、これがアメリカで爆発的な大ヒットとなったのです。9位、胃カメラ。1898年ドイツのランゲとメルチングにより初めて胃カメラの開発が試みられました。しかし実用化は不可能でした。1949年東大分院にある医師から
患者の胃の中を映して見るカメラを作ってほしいという難題がオリンパス光学工業現オリンパスに持ち込まれました。これがその後の胃カメラの開発の始まりです。1. 危険がない。 2. 患者に負担を与えない。 3. 胃内壁すべて短時間に撮影できる。 4. 鮮明な映像で診断できるという理想を追い求め、胃カメラは急速に発展し広く普及しました。8. 電気炊飯器。電気を使用して飯を炊くという発想自体は1930年代から存在しますが、最初に実用的な電気炊飯器を発明したのは東京の町工場である興信社の南義夫です。釜を三重化する方法を採用することで実用的な炊飯が可能となりました。7位、乾電池。当時使用していた液体のルクランシェ電池があまりにも使いにくく、液体状の電解液をガラス容器に封入した液体電池ではなく、乾いた電池は作れないものかと考え、まだ見ぬその発明品を乾電池と命名しました。苦労に苦心を重ねた末、明治18年、若干21歳という若さで乾電池の開発に成功しました。6位、レトルトカレー。1968年2月、大塚食品が世界初の市販レトルト食品ボンカレーを阪神地区で限定発売しました。関連会社の大塚製薬が持っていた点滴液の加圧加熱の殺菌技術を応用することで他社に先駆けて開発に成功したと言われています。5位、カラオケ。バンドマン出身の井上大輔はカラオケ関連サービスと専用装置を1971年に発明しました。井上氏は8トラック再生機にあらかじめ用意された調やテンポから選択して再生・歌唱できるテープを添付し8ジュークと名付けてリース販売しました。4位、自動改札機。東京や大阪などの大都市の主要駅では1日に何万人もの乗客に利用される自動改札機。オムロンは世界で初めて駅の自動改札機や自動券売機を開発し、駅務の自動化を実現しました。現在の自動改札機は1分間に最大70人の乗客を通過させることが可能です。多彩な技術が濃縮され、正確かつ高速な処理能力と安定した稼働により、日本各地はもちろんのこと、近年では中国をはじめ世界中で活躍しており、都市の近代化に貢献しています。3位、温水洗浄便座。1980年6月、ウォシュレットが販売されました。当初、ウォシュレットは口コミで広められ、飲食店やデパート、ホテルや公共施設にウォシュレットを納入することで利用者の拡大が図られました。1982年、ウォシュレットの知名度は一気に上昇します。お尻だって洗ってほしいというコピーとともにタレントを起用したテレビ CM が放映されたからです。2位、青色 LED 発光ダイオード。赤色、緑色のダイオードの歴史は長いですが、1990年代前半に赤崎勇、天野博、中村修司の3人は半導体から青色光を引き出す技術を編み出しました。この青色光は既存の赤、緑のダイオードを混合することで完全な白色を再現できるのです。彼らの発明は革命的なものである。白色電球は20世紀を灯してきたが、21世紀は LED ランプによって灯されていくだろうとノーベル賞ホームページに記されています。1位、
インスタントラーメン。今や世界で年間1000億食も消費されているインスタントラーメン。1958年に初めてインスタントラーメンの基本工程を工業的に確立し、量産に成功した日清食品がチキンラーメンを販売します。当時1食35円という値段はうどん1玉6円と比べると比較的高価なものだったらしいです。随時更新中、チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもお待ちしてます。最後までご視聴いただきありがとうございました。お菓子の酸化を防いで長持ちさせてくれる脱酸素材を開発していました。しかしある時、もっと酸素を吸い付けるものを作ろうと鉄粉と活性炭を混ぜてみました。すると何やら温かい、なんと活性炭と鉄粉が化学反応を起こして発熱していました。熱を出してはお菓子を長持ちさせられないから大失敗。ところが一人の開発スタッフが、これあったかくていいね。これが世界初の使い捨てカイロ、ホカロン誕生の瞬間だったのです。11位、消せるボールペンの上に状態を伏せ、荷物を抱えていると安心だと思い、そこから自動車も衝突の瞬間に空気で膨らむものがあればいいのではと思いついたそうです。14位、冷却ジェルシート。冷却ジェルシートは奈良県に本社を置くダイヤ製薬株式会社により1993年4月に世界で初めて誕生しました。当初銀行がお客様に配るおまけとして開発されたそうですが、これに目をつけた会社が翌5月に一般向けに販売を開始。中でも小林製薬の熱さまシートは中国向け耐熱張りや欧米向けクールフィーバーなど、商品名を現地の人にも覚えて、しっかりかけてきれいに消えるフリクションシリーズ、実用的な筆記具として安定した性能を実現するために研究者たちが費やした年月は30年以上にわたります。1000種類以上の化合物を試験してフリクションインキは生まれました。10位、シャープペンシル。大手家電メーカーシャープ、もともとは創業者の早川徳次が徳王城というベルトのバックルの発明で特許を取り創業しました。しかも早川徳次は当時18歳だったというから、異例の若さで創業したことになります。その後金属製繰り出し、やっぱり日本人すごい、世界に誇れる日本人が発明したものランキング。15位、自動車用エアバッグ。エアバッグの発明者が日本人だったことを知らない人は多いようです。小堀安三郎氏がエアバッグ開発に着手したのは1964年。エアバッグを思いついたのは旅客機に乗っている時です。飛行機がエアポケットに入ると大きく乱高下しますが、当時はシートベルトが任意で、締めていないことで頭を打つ事故もありました。それでテーブル寝やすいように変え、なんと世界中で年間1億8000万枚も売れているそうです。13位、コンパクトディスク CD。 ソニー株式会社とフィリップスエレクトロニクス社との共同開発です。フィリップスは光学方式のビデオディスクのリーダー的存在であり、ソニーはデジタルオーディオ信号処理技術を開発していました。両社が手を組めば理想的な音楽メディアができるに違いないと両社は共同開発を行う方針を固めたそうです。12位、
使い捨てカイロ。お菓子メーカーのロッテは